ビビ福岡は福岡県福岡市中央区渡辺通り4丁目にある大型商業施設である九州最大の繁華街である天神のやや南側に離れて位置する2004年9月23日にオープンした8階建ての商業棟と6階建ての駐車場棟の2棟から構成され 敷地面積7,043平方メートル、延べ床面積37,916平方メートル。当ビルの敷地はかつて RKB 毎日、放送本社があった場所で、これと関連して、当初のビル名称は RKB 渡辺通りビルであった。オープン当初は2フロアのベスト電気テナント、BSTA 天神や上層の飲食店街などがあった。その後テナントが入れ替わり、 また2006年には建物の所有が RKB からテナント管理を行っていた大和ハウスグループのヤマト交渉リースに移る。2007年の時点では正式オープンに先立って営業していたコナミスポーツクラブをはじめインテリア、公職、ランジェリー、飲食、カルチャーセンター、結婚情報サービス、保育所、エステティック、歯科、賃貸あっ ペットショップ、ショールームなどのテナントが入居。2016年現在では、家具イコールビビをテーマにし、旧のインテリアショップが入居している。フロアの一部はオフィスとしても利用される。オフィススペースには、ジャパネット高田のコールセンター、総合顧客コンタクト本部などがある。商業胸屋上40メートルには12メートル7メートルサイズの大型映像ビジョン、ビビスクリーンがある。 映像提供元は RKB 毎日放送で開業当時に現役であった RKB ロゴが未だに付けられている。RKB 自主制作の60分テレビ番組をリピートし、その合間に15秒、ないし30秒の CM を入れる。共感テレビの18時台のニュースなども放送されており、音声は渡辺通り4丁目交差点付近で流れている。ありがとうございます。